さあそしてあとは松田さんがチャンス、ここで6000ウォルトが上がると一気にトップ争いに、なんかめちゃくちゃいい食い込めますね。登場は登場さん難しいですよ。手もそんなに良くないですし、かといってベタ折りもちょっと嫌じゃないですか。そうですね、はい、これ渋川はどうです。渋川さんはかなり狙いますね、はい、あかなり狙う。渋川さんはもともとのジャンプもあるんですけど、こういう状況で、はい、あのまあ、2着でよしという上がりをほとんどしない人でもあるので、お、ここは積極的に、まあ、親が連チャンしたらもう一回チャンス生まれるよねぐらいに思っていると思います。あの松ヶ瀬との点差が大きいっていうのは一つ嬉しいところですよね、今は、はい、萩原さんも満願条件みたいな感じなんで、はい、これ東條さん上がらないと結構曲進まないですね。ああ来た、6000オールだよ。うわこれあウーワンだ。一旦もうシンプルにイーシャンテン取りましたね。ペン3万払ってゆっくりもありますか。はい、ありましたが、もうここはシンプルに受けて、まあ、ピンズの形がいいんでこのまま進めて、ピンズが伸びたらペン3万払うと。渋川もこれで1面2面詰めが完成。ドラの数層を引いてくれれば一気に30006000ある。いや渋川さんこの前もね羽つも条件のお出しだったんですよね。ありましたね、はい、ああなんだこれはどうなんだ。 E1、 いやこれ外すでしょ。でも E1 2枚切れててちょっとペン3番景色いいけど、まあさすがにと。あとこれ C ありますもんね、はい、でもしたくないと思いますよ。1万2000ですよ、はい、1万2000ですけど目立ちすぎる上にもうダマで、まあ、ポロットとかそのリーチで決定打ってどっちも狙える手なんで、はい、泣かない、まだ泣かないと思います。多分分かんないです。間違ったらごめんなさい。大丈夫です。朝倉さん泣かないですか。泣いても別に止められてもいいんですよ。こんなに山残ってるんですよ、両面待ちで。なんか自分が舐められてると思えば泣くもありますよね。逆になんかそのこいつ壁仕掛けまたしやがってみたいな。はいはいはい。松川さんはちょっとそのあたり舐められてないんで、今親が軽い仕掛けする場面じゃないですからね、はい、まあ、完全に警戒されるの分かった上で泣くかっていう判断になります、ね、そうですそうです、はい、そうなるとちょっと難しい。うーん、さあ渋川さんは678の3色が見えて、これね3万切っちゃうとそのジャンプを3万にできないんですよ。なんで今考えましたね。今68の3色がなくなりましたね、はい、今もうリャンワンスーワン打ってやろうかって多分思ったと思うんで、来た1回ローピン短期リャンあロウーマン切ってるからローピン短期か1回は、うーん、まあローピン切っちゃっても一応ピンズあのノベタンカーリャンメンのテンパやってるんですよね、はいはいはい、ただ打点も違うしローワンかな微妙です。一応ローワンもウーワン引き戻しとか、まあ、最悪 C1 引いてもなんかウッパーワンの景色悪くないんで振り手もあるんですよ。あ本当だ、うん、これね振り手リーチも全然いいなって思ってると思いますよ、はい、やっぱり本命は総図の超多面ちゃんとかですよね。そうですね、はい、まあ、出ちゃったらもちろん上がりますけど、これ今打ちそうな人大丈夫ですか。ローワン今は誰も持ってないですね。だから積もるがある。これ三山ですよ。ローマンタンキ出そうなのが萩原さんとですね、東條さんはもしかしたらですか。ローマン2枚、さあ何引く。リャンワン、ローマン倍1ですね。萩原の手配にある。んいやーこれ渋川さんちょっと悔しいかも。3万残してなかったの。なるほど、これ残しとると感動マンとスッチそうですね、はい、そうですね、まあ、スーソードだしチーソー3色だしみたいな感じでハネマン狙ってたんで、まあ、でもこうなったらパスを打ってもうこれだと2着でもしょうがないっていう感じかもしれないですね。あの3万切りがですね、まあ、パーワンチーワン重なればハネマンの可能性は十分あります、はい。うわ、パワー振り手、これもう行くと思いますよ。しかもこれウーワン積もると何点だこれ。何点だこれ。8000オールですよね。8000オールありますね。ダマですら8000オールないですか。これ単品積も3色赤赤ドラ、ダマでも8000オールあるんですが、でも下ろした方がいいって判断しそうなんでリーチじゃないですかね。これウーワンが桜さん、はい、ウーワン3枚、ウーワン3枚、パーマン1枚、1枚、赤ウーワンあり、メンタンピンツも3色赤赤ドラ4山じゃないですか。8000オールが3枚、6000オールが1枚。ちょっと待ってください。これ日吉さん8000オール積もったら東條さんの上行きますよ。え、親の倍マン、はい、いやー、うー赤ウーマン一発で積もったらこれトリプルです。トリプルですね、はい、3倍マンですよ。赤馬ありますよ。ありますよこれ。あるよ。ああ、惜しい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 。マンズでびっくりした今。これ積もらないことなんてあるの。いや4枚山、
四枚山。いやこれもうセガサミーのファンの方は本当気が気じゃないですよ今。気が気じゃない。四枚山。うわーだってさっき渋川アカウマンで積もってませんでした。積もってました。そういうのあるんすよ。え？いやあや入ってやすいですか？そうです。だってもう枚数的に見てもそうだし、赤い。あっとこっちに来た。これでウーワンが2、はい、パワーが1。まあ、ただ黒いウーワンでももう8000ほどですか？え？あ、現物です現物です。びっくりした。ごめんなさい、振り点でしたね。はい。今のはちょっとびっくりしましたね、確かね。興奮しすぎました、はい、失礼しました。ウーワンがねもう切れてるんですよね。はい。松ヶ瀬あ。これだからあれですよ、例の朝倉さん、はい、私聞いたことあります、振り点ですよ。あ、今出ましたね。今出ました、はい、はい、ありがとうございます。いやー、あー、ウーワン連続で、ここで松ヶ瀬さんまだある1枚ガセー。うーん、ちょっとなんかいるのになって感じですよね。そうですよね、もう2枚も目の前で切られると。あー、今ね松ヶ瀬がね小さくうなずきましたよ。やっぱいたよなと。でもまだあるから1枚ずつある。8000オールと6000オール1枚ずつある。いや、まだ2枚もあれば全然あります。あるよ。どうだ、いやー、あと3回、あと3回、あと3回あって、はい、2枚は十分だよ。あるある、あるよ。だなんか心なしか積もる手に力がないように見えますね。やっぱ2枚ね、はい、積もられたってね、あったかっていう気持ちになるじゃないですか。はい、手から打たれたらね、しょうがねえしょうがねえと思うんだけど、やっぱ積もられると、あ、俺のとこになんで来なかったんだ、あとまだあるよ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 。どうだ、6番近い近い近い。いやー、まさか朝倉さん3巡目のウーワンがこんなに響きますか。あー、パパなくなったよ。そっか、ウーワン残す選択もあるって話してましたもんね。いや、朝倉さんはおっしゃいました、はい、あの時、ペン様払うがあるって。僕は忘れてないです、あの日の朝倉さんの言葉を。いやまだ8000オール残ってるから、はい、あと1回。松ヶ瀬ある、赤、あ、黒ウーある、ラスト、どうだ、いった、8000オール、リーチツボタン用ピンフ3色ドラーカーカ8000オール、松ヶ瀬高谷一戦とんでもない。いやこれ東条さんはね、まだまだトップのチャンスも十分あるんで、しかもまあどっちかというと自分有利なぐらいなんですけど、渋川さんちょっと今本当悲しそうな顔してましたね。